広瀬すずさん、敵魅力がすごすぎる模様。脇しゃぶりて、割と年齢重ねて期待できるタイプか。若い頃より英知でええね。バスケより、かわいいね。お、陽気いね。って褒められる道を選んだ。他をパイパイと実施に負けた三井のすずちゃん。え、プエーが出たの何やったんや。このレベルとセッマルスで来た男の話を聞いてみたい。CM 各社が、俺が考える一番可愛い広瀬すず、やっとるよな。なんだかんだ怪盗山猫みてえなドラマに出てた頃が一番可愛かったな。やっぱり20歳前後ぐらいの頃がピークよな。汗かいたわ聞かりたい。顔も身体も声もいいな。細いようで細くなくて絶妙な太さ。今彼と別れてわいと結婚してくれへんかな。すずちゃんをぎゅっと抱きしめてベロチューしたい。チア団で40漏れる。もう誰かと手とかつないだりしたんやろか。